はい、はじめまして、菊池と申します。ですね、かなりアウェー感を感じておりますが、まあ、そこは気にせずですね、いきたいと思います。もともとですね、まあ、ちょっと後で出てきますけれども、私、桜インターネット研究所っていうところにいてですね、エッジコンピューティングとか、ホグコンピューティングとか、そういうのやってるんですね。で、その関係で、まあ、エッジとかのデバイスあたりにですね、まあ、いろいろ調べていいといううちにですね、まあ、ちょっとクラウド屋なもんですから、クラウドとつけたいなみたいな話をしてて、で、いろいろわかんないことを言ってきてですね、後ろに今日いらっしゃいますけど、西永さんにちょっと教えてもらったんです。そしたら、いろいろ教えていただいたんですけど、ある程度まとまったらぜひここへ来て、結果報告してくれると嬉しいなみたいな話があったんで、それで、じゃあ、ぜひぜひという、まあ、そんなつもりで来ました。まあ、とりあえず行きましょう。ですね、全体3部構成ということではないですけど、にしています。まず最初に、一体こいつは何をやりたいのかというバックグラウンドを少しお説明しようかなと思います。でその上で、まずですね、そもそも、ラズパイでコンテナ動くのっていうふうに私は最初思ってましたので、動くのかっていう話、動きます、の話を少しして、でその後、本題のそのラズパイ用のコンテナをですね、ラズパイ自身ではなくて、クラウドで動かすにどうしたらいいのかという話をしたいと思います。で、実のところですね、結論としてはですね、教えてっていう話になってますので、あとでですね、ぜひ詳しい方に教えていただければという、そんな感じでございます。で、まず、この手のやつによくある自己紹介。私、菊池と申しますけれども、今、桜インターネット研究所に行って、転職して移りまして、某 M というところにいました。で、まあ、いろいろあってですね、今は桜で、まあ、データ流通という、ビッグデータのやり取りみたいなことをどうやってやるのかとか、今さっき言いましたけど、エッジとかホグみたいな、ところの研究だとか、まあ、あと最近の流行り物だと量子コンピューティングみたいな、サクラを作るわけじゃないんですけど、サクラはオーナーになって時間貸しするとかいう可能性がありますので、その辺調べたりとか、そういう、まあ、リサーチレベル、リサーチといっても研究というよりは、まあ、調査に近いところなんですけれども、の仕事をしています。で、まあ、そんな感じでですね、今回も、エッジフォームのことからここに来た。何がやりたいのかっていうことなんですけれども、まあ、なんていうか、皆さん重々ご承知だと思うんですけれども、IoT のですね、サイバーフィジカルシステムみたいな、こう現場のところにコンピューティングを入れてこうっていう、非常に盛んで、私もこれ大好きで、そういうのをやりたいなと。で、今、この資料では、まあ、実世界で現場のコード化と呼んでますけれども、こういうのに注目してる。で、まあ、現場にですね、コンピューティングリソースをどんどん入れていきたいなということで、エッジコンピューティングとか、ホグコンピューティングとか、そういうことをやっています。で、それを、まあ、実際にプロトタイピングするときに、一番使いやすいのは、なんといってもラズパイだよねというふうに思っています。で、もうその時点でですね、結構異論があるのは承知してます。ラズパイじゃないのかっていうふうに思っている方もいらっしゃるだろうなと思いますけど、私的にはやっぱり、入手性とかですね、コストとか、あとまあエコシステムの広がりとか考えると、ラズパイが今のところは最有力だなって思っています。で次のページ、同じですね。Linux で動いて、で、GPIO を使えてってなってくると、やっぱりラズパイだよねというふうに思わざるを得ない。それでですね、まあ、こんな感じで、いくつか、今ちょっと写真には2台しか写ってないんですけど、これが12台かな、今、もうちょっとあるかな、15台ぐらいのですね、まあ、クラスターみたいなというか、まあ、そこはちょっと違うんですけど、フォグなんですけど、これ同じようなノードがたくさん現場に並んでて、協調動作して動くみたいな、システムの試作をしてます。でそんなわけで、ラズパイたくさん並べたフォグシステムを作ってるんですけど、それをやり始めるとですね、まあ、一個一個のラズパイに、
いちいち SSH でログインして作業するっていうのとってもやってらんないんですね。でだから一括してデプロイする仕組みってやっぱり欲しいし、であとまあラズパイやっぱり安いノードですから、あの時々動かないとかですね、まあ、起動でこけるとかですね、無線をつかまないとか、まあ、いろんなことが起きるんで、やっぱりそして一個一個に対して、管理っていうのをやってらんないんで、マネジメントシステムが欲しいねというふうになってきます。でなのでやっぱりあのラズパイプラス、まあ、既存の CI/CD ツール的なですねエコシステムというか、コンテナの技術を組み合わせてですね、まあ、あの高度な現場のリソースの管理をやりたいよなっていうのが、まあ、大元のモチベーションとして私が考えているということでございます。でじゃあですね、前置き今度はですね、動かせるのかと、どうやって動かすのかってところですね。まあ、もう大体あのご理解いただけてると思うんですけど、あのラズパイ拡散の時に、まあ、いちいちデプロイするの面倒なんで、この下にあるみたいに、まあ、ドッカーを動かしといてコンテナをですね全部のところに配りたいよねって、まあ、普通に思うわけですよね。でこれできます。あの特に難しいことなくですね普通にあります。でなんですけど、ラズパイっていろいろラインナップがあって、あの安いやつラズパイゼロっていうちっちゃいやつがあるんですけど、そいつを使いたい場合だけはちょっと注意が必要で、Docker のバージョンがですね 18.0.3 までしか動かないです。これはすごく大変、 1バージョンずつダウンしてって試すというですね、あんまりやりたくない作業をやって確認しました。で、0を使う場合は 18.0.3 までしか動かないんで、その後ちょっとなんか変わったらしいんですけど、私あんまりここについて終えてなくて、とにかく動かないということだけ分かった。で、なので、今日のこの話もそうなんですけど、全部 18.0.3 でやってます。で、ただ、あの今日の話のレベルでは、Docker のバージョンが新しくなることによって、何かっていうような、そんな細かいところの話じゃないので、バージョンの話はあんまり気にしないです。で、インストールの仕方は非常に簡単で、ここにあるみたいに、apt-get で、まあ、カールを入れて、で、カールから入れれば終わりという、これだけです。すぐ終わります。で、その他ですね、Docker Compose も、まあ、頑張れば入る。で、Docker だけで良い人は、Docker Compose 無理に入れる必要はないんだけど、Docker Compose も入れたい人はですね、ちょっと頑張る必要があるんですけど、Docker の誰かが、PAP で入れてくれるのを作ってくれた人がいるので、それ使えば入ります。で、ただ PAP を入れなきゃいけないんで、そこがちょっと面倒くさいです。で、あと、Kubernetes も使えます。でフルスペックのやつが重いんですけど、K3S っていうちっちゃいやつがあるんで、そいつが非常にラズパイで入れして、それを入れれば、動いて、で、Kubernetes ベースでデプロイとマネジメントできますので、とてもいいです。で、っていう話もあるんですけど、それやりだすと長くなるんで、今日はちょっとそこはしゃべります。で、ラズパイをコンテナでやるときに、一番気になった、私は少なくともそうなんですけど、気にしたのは、あのラズパイの固有のハードですね、GPIO とか、そういうデバイスがコンテナで抽象化されてるとアクセスできないんじゃないのっていう、そこなんですけど、これもですね、あのデバイスオプションをつけて、GPIO とかですね、I2C とか、あのバイアシステムにマップされてるやつであれば、この方法で配布できるので、コンテナ側からあの GPIO にアクセスする。リードもライトももちろんできます。で、この写真はちょっと、まあ、分かりにくいんですけど、焦点センサーと LED のあれ、焦点センサーはあれ GPIO につながってて、LED のあれは I2C でつながってるんですけど、ちゃんとですね、制御できてて、これまあちょっと1ビットだけなんですけど、ビット光ってるっていうようなことが、まあ、一応あの証拠としてありますという、こういうことができるというのがあるんで、コンテナベースでラズパイ使うという問題があればやるといいよっていう、まあ、そういうことになります。で、次に、
きますね。で、本題のコンテナビルドを、クラウドでやるという話に移ります。コンテナでアプリケーション開発やられてる、あのラズパイに限らずですけど、コンテナでアプリケーション開発してるっていう人いらっしゃいますか？いる。パラパラと言いますね。で、ご存知かもしれませんけれども、ちょっとアプリを作り込んでくるとイメージビルドにやたら時間がかかるんですね。で、ちょっとやっただけでですね、ビルドに30分とか普通にかかっちゃうんですね。で、とっても辛いです。で、なので、まあ、ここからあの私の今回の話の本題に入るんですけど、まあ、クラウド上ならリソース有り余ってるんだから、そっち側でやったら早くなるんじゃないのっていうですね、元々のスタート地点だったんですね。で、こういうふうに、この絵にあるみたいに、まあ、クラウドの方にドッカーファイルを投げて、で、そこでビルドして、出来上がったコンテナだけこっちに持ってきたら、超早いじゃん。っていうことをやりたいなと思って、やりました。始めました。始めたのが、3月5日ですかね。で、簡単なんじゃないのかなと思ってました。で、86だと、X86 だと、もうあのバイナリー普通に互換あるわけですよね。だからそんなに意識する必要ないんですけど、ARM なんですよ、ラズパイって。だから、ARM のサーバーが実は各社でありまして、ARM のサーバーでバイナリー作って、そいつを持ってくれるんじゃないかみたいな、そんぐらいのですね、簡単な気持ちで、きっとできるよねとか思って始めたんですね。で、コンピューター書いてありますけど、ARM プロセッサーだよということは知ってましたから、まあ、で、ARM サーバー用意してきて、でそこでコンテナビルドして、持ってくればいいんじゃんって思ってたんですね。で、ちょうどですね、Amazon の A1 インスタンスっていうのが始まりましたし、他にもですね、ベアメタルのバケットクラウドっていう、確かアメリカだと思いますけど、ありますと。だからそこのインスタンス使って、まあ、バイナリー作ればいいんじゃないかな、みたいに思ってました。で、そういうモチベーションで、まあ、そんな気持ちで、どうかなっていう話を、三木山さんと平松さんに、ちょっと相談に乗っていただいて、話したんですね、某所で、3月ごろ。で、そしたら、いや、ちょっとそんな簡単じゃないですよっていう話になって、みたいな。で、なんでですかっていうとですね、結局、そのラズパイは確かに ARM の64ビットのプロセッサーを持ってるんですね。で、ところが、古いの、さっきも言った0とかは、古いアプリで32ビットが持ってますと。で、そんなわけで、ラズビアン OS は32ビットで動いてるんですよと。だから、ラズパイ用のイメージで32ビットで作んなきゃダメなんですよっていう話 で、 で私全然その辺最初知らなくて、単なる ARM だから何でか、 ARM ならいいんだろうみたいな思ったんですけど、全然違いますということが分かって、で、かたやその ARM サーバーって言われて今世の中に出てるものってもうほとんど64ビット以降終わってるんで、だからちょっとそこ合わないんですよと。あ、そうですかということで、そんな簡単にですね、バイナリー持ってくればいいんですみたいな、そんなレベルじゃないですっていうことが分かりました。で、じゃあ困ったなっていうのが、まあ、話、ストーリーとして出てくるんですね。で、まあ、長い長い調査の旅がここからスタートしたんですけど、多分2つやり方あるよねと。この真ん中のですね、ARMHF っていう、まあ、32ビットバイナリーだと思ってください。ここの、まあ、この六角形コンテナだとして、このコンテナを作るのに、多分2つやり方ある、まあ、2つあるよねっていう話は、その教えていただいてたんですけど、1つは、86サーバー上で、まあ、QM のエミュレーションを使ってですね、その30、ARM の32ビットを動かして、そこでコンテナを作って持ってくるやり方。もう1つは、ARM サーバーで64ビットで動いているところで、その ARM のプロセッサーっていうのはバイナリー互換があるそうなので、そこでなんとうまくやって、32ビットで作れるんじゃないかっていう。そしたら、
8億で無理やりエミュレーションするより全然入ってていいんじゃないかっていうふうに思っていま いました。で、先の展開をネタバラシしちゃうと、このアプローチ2はですね、今うまくいってません。少なくとも私の知識では分かりませんでした。なので、詳しい方にもぜひ教えていただきたいです。できるんじゃないかと思ってます。ぜひ教えてください。で、ちょっと話、もう話終わっちゃったんですけど、戻します。で、このまずアプローチで1の展開。実はですね、3年前ぐらいに偉大な先人がですね、もう同じことでやってくださってまして、それを見つけたら終わりでした。あのマルチアーキプロジェクトっていうのがあって、まあ、ご存知の方も多分いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、このマルチアーキプロジェクトっていうのを使うとですね、そのソフトウェアエミュレーション上の空間っていうのをコンテナのところで作ってくれるんですね。非常に楽ちん。で、原理としては、基本的に言うと、ビットフォーマットミスクって言いますと、それからどっかです。で、QM はですね、86アーキ上で、ARM として動かすエミュレーター。で、このビットフォーマットミスクっていうのは、バイナリフォーマットが違うやつをですね、そのバイナリの先頭のところのマジックなんちゃらっていうところを判別して、任意のまあ、エミュレーターのソフトウェアを呼び出してくれるっていうですね、シームレスにいろんなバイナリーを混在した環境を作れるという仕組みだそうです。だそうですというのは、多分皆さん重々承知してると思うんです。私、あまり知らなくて、そんな便利なやつあるんだって、今、これの時知ったんですけど。でプラス、ここに Docker のですね、環境を隔離するっていうのを組み合わせたものが、このマルチアーキってやつで、でこれ原理図大体こんな感じなんですけど、86のサーバー上に、ビットフォーマットミスクっていうので、そのマルチバイナリの混在環境っていうのを作ってやって、でその上でコンテナ空間内に閉じた形で QM の、コンパイラーにエミュレーターと、さらにそれを通じて作ったコンテナ内部の、ARM 空間のバイナリというのを作るということで、86上でですね、ARM のバイナリを作ることができます。で、まあ、偉そうに喋ってます。私は最近勉強したばっかりなので、すでに3年前ぐらいになりました。でしかも、このマルチアーキに遡るとですね、さらに、7年前ぐらいの、今から10年前ぐらいに、もうすでにですね、これに関して、その頃はどっからのコンテナはなかったんですけど、チェンジルートっていうか、隔離空間。コンテナの代わりにありまして、それでできるよねっていうですね、もうノウハウとして確立してて、なんとここの、この場で発表されているのです。ご存知ですか？ひょっとしていますか？なんか京都マイコンなんちゃらっていう、あの人だ。このここのページがそうなんですけど、書いてあって、もう、ああ、そうなんだ、すごいな。だから私はここで偉そうに喋ってることはないんですけど、本来は。まあ、ちょっと最近勉強したんで喋ってます。で、まあ、というわけで、これは実は枯れてる、まあ、どっかのところ別にせず枯れてる技術です。で、使ってみました。ちょっとまあ、実はちっちゃいんで読みづらいかもしれませんけど、まず一番最初、その元々の X86 環境上で UNA をすると、ピンクで出してますけど、X86 ですよと。でこの状態で、このマルチアーキプロジェクトをですね、この QM ユーザースタティックっていうコンテナを特定モードで実行させます。そうするとですね、まあこれは、形としては Docker なんですけど、実際はメイクファイルだと思うんで、ホスト側のですね、環境にエミュレーターの環境を書き込むような、あ、ごめんなさい、マルチバイナリー実行環境を書き込むような、ツールです。で、こいつを実行すると、マルチバイナリーを動かせるようになるので、次に、Docker ビルドで ArmHF の、コマンド、Docker のコマンドを叩くと、ここのですね、その Docker ファイルの中にある、もともとのその ARM 空間として作られたエミュレーター込みの、まあ、チェンジルート環境っていうのが動いて、その中でターゲットの自分がやりたい Docker ファイルの中に記述した処理が実行されるということができます。
で、それが終わってですね、ここでドッカーランしてみると、その中、その下からあのドッカーのコンテナの中に入ってるんですけど、ユーネームしてみると確かに7L で7L になってて、アームになってる。この世界の中はあるんだっていうのが分かる。で、ちょっと今回はこの資料の中には出してませんけれども、このコンテナをですね、ドッカーハブ経由で、ラズパイに持ってって、ラズパイ上でドッカーランすると全く問題なく動くということはここに出ています。で、ドッカーのファイルの方にちょっとだけミソがあって、この一番最初にベースにするイメージ、これピンクで書いてますけど、これをですね、このマルチアキプロジェクトが提供しているベースのコンテナを使うことがあります。このコンテナが、その中がターゲットの、まあ、今回だと ARMHF の中身のバイナリーになってて、かつ QM のエミュレーションコードもこの中に入って、ユーザービームの中に入ってるんですけど、入ってる。で、これをスタートにして、さっきの、ビットフォーマットでマルチアーキー のマルチバイナリーの環境でこのコンテナを動かすと、その次のランから下の行は隔離された空間内で、86なんだけどアームの空間として動くということが行われます。で、実際に、コンテナの中、コンテナをバッシュで起動してから中を見てみると、ユーザー B に QM アームスタティックっていうコマンドが確かに入ってて、こいつはスタティックリンクで作られているエミュレーターだと思うんですけど、こいつが実際には動いてソフトウェアベースでエミュレーションされるというふうになっています。まあ、これが単位ですね。はい、で、アプローチ2っていったの、ARM のサーバーを使ったらもっといいんじゃないのってことですね。あるんですけど、さくらにですね、まあ、あんまり企業風邪をかしたくないんで、あれですけど、社内でその ARM のサーバーがありまして、サービスレベルが出してないんですけど、まあ、評価用にちょっとあって、借用してですね、社内でやりました。で、いろいろゴリゴリやったんですけど、ちょっとわかんないなという感じでございます。で、プロセッサーとして見れば、ARM64bit のプロセッサー上では、ARM の 32bit のですね、バイナリーをバイナリー互換として動かすことはできるはずなんですね。で、しかも、まあ、しかもね、ごめんなさい。だから、バイナリーの実行は多分できるんですけど、新たに 64bit 空間上で 32bit バイナリーを作るっていうのが、ちょっと見つからなくて、で、やるんだとすると、もう完全にバイナリー互換とか関係なく、クローズとかクロスコンパイル環境を作んなきゃいけないかどうか、まあ、普通わかんない。で、さらに、それをですね、コンテナの中で閉じてやるっていうこともちょっとわかんない。で、なんかでもできるはずだし、そもそも ARM64bit のサーバーにしても、仮想化してこう細かく分けて、隔離空間を作ってっていうことは当然 やられてるはずなんで、できそうなもんなんだけど、ちょっとまあ、すぐにはわかんない。ここ1ヶ月ぐらいの詳細がちょっと今分かってないので、詳しい人もしいたらぜひですね、教えていただきたいなと思います。はい。で、ここまではやりましたって感じですけど、まあ一応ですね、真面目な、ごめんなさい、僕時間稼ぎをルールしちゃいました。やべえとか思って、まあ、あんまり気にしなくていいし、全然気にしない。もうすでに全然30分とか過ぎてるんですよ。一応真面目にですね、性能評価をかけました。大きく観点としては、ラズパイ自体でネイティブにコンテナを作る場合に比べて、まず86乗アプローチって言ったことですね。86乗でやったときに、どれくらい速くなるか。で、本当はその同じような感じで、ARM のサーバー上でやったらどうかっていうのをやりたかったんですけど、ARM の方ではその 32bit バイナリーできないので、これは参考情報としてやりました。で、実際に Docker もしくは Docker コンソールでコンテナビルドをした時の時間を単純にタイムコマンドで計測して、どうなのかというのを調べました。で、使ったのはラズパイ本体、これはヒカルのオリジナルになるやつですね。3B プラスです。秋月で買いました。で、それから、2番と3番って言ってるのは、さくらのクラウド上で、
86の1コアのものと2コアのもので、ちょっと間に合えば10コアとか20コアがあるんで、リニアに伸びる、性能伸びるのかどうか調べたかったんですけど、ちょっとごめんなさい、間に合わなくて、今日は1コア2コアだけで、あと、比較用に参考値なんですけど、アームの3は、これはHP が出しているアポロ70ってやつで、このアームとしてやるとアームの中身に詳しくないんですけど、シンダー X2 っていうんですか、これがプロセッサー乗ってる64コアのマシンです。これを使いました。で、お待ちかねの性能計測ということです。Docker ファイルを2種類用意しました。上が簡単なやつ、Docker ファイルの中身は次のページになりますけど、ごく簡単な、本当に OS 動かして、バッシュ動かすだけみたいなのを作ったんですけど、の場合で、ここですね、この部分がオリジナルのラズパイでやった場合、ここがベースです。5分かかりました。でこれに対して86の1コアでやると1分23秒2コアだと1分11秒というそれが答えですね。でアポロ、アーム64ビットでは32ビット作れなかったので、NG というふうになっています。で、もうちょっとでかいドッカーファイルで、同じことをやった場合ですね、私以外ちょっとその統合の施策をやってるっていう冒頭に言いましたけど、それのアプリを動かしますと、ビルドすると、ラズパイでやると31分かかりますね。30分とかすぐかかっちゃうんです。でこれを、86の1コアでやると、39分、2コアだと32分です。今思った方は私の話をちゃんと聞いてくれてた方です。実はですね、こっちは狙ったように5分の1ぐらいになってるんですけど、こっちは86サーバーでいったら遅いんですね。ラズパイでやった方が早い。でこれなんでかっていう、ちょっと厳密には覚えてないんですけど、仮説があります。後で説明します。こんな感じの結果でした。あと、ここにいらっしゃる方はこのアポロ70のアームサーバー自体の性能に興味があるんじゃないかと思って、ラズパイと直接関係ないんですけど、64ビットの、コンテナ作った場合に比較しました。で、これがこのラインもそうなんですけど、86の1コアで作ると、この64ビットネイティブ、64ビットのバイナリーで作ると1分10秒、2コアだと1分7秒。で、ARM 64ビットネイティブでやると1分6秒です。参考値です。こっち、終わってないんですけど、これは。このフルスペックのやつはですね、86、1コアだとないんですけど、2コアだと31分。で、ネイティブだと14分。という結果になっています。で、これ、ちょっともうちょっと詳しくですね。Docker ファイルの説明をしないといけません。2種類、簡単なのと凝ったやつって言いましたけど、左上のやつが、簡単な Docker ファイル。これ非常に見ての通りで、これだけですね。まずベースの、Ubuntu ベースの、コンテナ持ってきて、apt-get update かけて、Vim をインストールするだけっていう処理になっています。これが簡単なやつで、これをやると、5分とか、ごめんなさい、30分とか、7分とか、そんな感じになる。でこっちは、典型的なやつなんですけど、同じように、Ubuntu のコアからスタートして、リクエアメントっていうですね、パッケージいくつか、Python のものなんですけど、Flask とかですね、PyCRL とか、あと Raspy なんで、RPI、GPIO とかですね、あと、LED のパネルを、使うのに、スクロールハット HD っていう、これはアドフルかなが出してくれてるやつを入れたりして、でそいつを APT ゲットして、ビルドエッセンシャルと Python3 の SM バスと PIP と入れてから、今ここに行ったのを、PIP3 でインストールするということをやる。大体ティピカルなアズパイ上で Python で
コード書くとかっていうとこんな感じになるだろうっていうようなものをまあイメージして、まあ、実際そうなんですけどやったというのがさっきの結果になっています。で、あと2ページで終わりです。少し考察もう喋っちゃった部分もあるんですけど、考察します。ラズパイの 3B のネイティブに対して86でやったらどうなんだっていうことなんですけど、シンプルな Docker ファイルの場合は5分かかってたやつが1分ぐらいに縮むんで、まあ、5分の1ぐらいになって、ここはもう想定通りしめしめって感じです。なんだけど、典型的アプリ Docker の場合は31分だったやつが39分とか32分になってます。でなのでまあ、わずかというか性能悪化してるんですよね。なんでなのかなっていうことなんですけど、すごく時間がかかるのは何杯のセットアップなんですね。でなんかよくわからないんですけど20分ぐらいかかるんですよ、そこの処理をやるのに。ちょっとわかんないんですけど、多分仮説検証できてないんですけど、多分不動小数点算なんかやってるんだと思うんですね。こいつが多分 QM ベースでソフトウェアエミュレーションになってるので遅いっぽいと思ってます。それ多分、はい、僕も同じようなことをちょっと前にここで発表してると思うんですけど、おそれは不動小数点じゃなくて多分それ NumPy の PIP でインストールするときに NumPy 自身を入れるんじゃなくて依存で入ってきて、しかもソースビルドもかかるときに PIP が多分並列ビルドをまともにやってくれないっていう問題を僕がここに AR864 のシンクエーサーの上で試していて、PIP は並列ビルドをうまくやってくれないっていう問題を僕は確認したので AR864 の上では確認します。でこれと同じものが X86 のマシン上でも起こっていたとしたら、多分コア数を増やしてもそこに効果があまり現れない状況になる。なるほど、なるほど、素晴らしい。これ、はい、これシンプルコード、はい、それはここ10コアにしたら早くなるんじゃないかなとか密かに期待してたんですけど、なるほど、まあ、PIP の、何倍のビルドで時間かかるって言って分かっているのであれば、何倍をビルドしている時の、プロセスどれだけ CPU 食ってるかっていうのを確認してみてください。多分僕の予想ではそれは1コアしか動いてない。あ、なるほど。そうね。これはちょっとこれは前も同じ話をしたんですけど、本当にその原因で正しければ PIP の修正の話になる。あ、なるほど。と思いますね。ちょっと、まあ、そこはまだそこまで踏み込めてないんですよ、今まだ。なるほど。非常に参考になる。で次にちょっとごめんなさい、行きますね。もう一個あって、ARM64bit のサーバーは86に対して性能どうなのっていう、これはちょっともともとのラズパイのコンテナって話からそれるんですけど、興味ある人多いと思うので話したいと思います。で、シンプルなやつだと、ちょっとだけ速い。で複雑なやつはもうちょっと速いみたいな、まあ、2分の1ぐらいになって で、まあ、86のソフトウェアエミュレーションに対してこれハードウェアベースっていうかソフトウェアじゃないので劇的に速いのかなって期待してたんですけど、劇的に速いって感じでもないっていうふうに思わされてない。で、まあ、この仮説がそうするとちょっと違うかもしれないわけですけど、まずは86側が遅いんじゃないのかなっていうのがまずあったんですけど、どうなのかちょっと分かんなくなってきましたね。であと、ARM はこれ64コアもついてるとついマシンなんですけど、なんかめちゃめちゃ速いのかなと思ってたんですけど、そういう感じがまるでしないんで、なんか1コアって使ってないんじゃないのかなって感じがすごくします。でちょっとマシンをですね借用してる関係であんまり突っ込んだ調査ができてないので、多分 Ubuntu、このホスト側に Ubuntu 入れただけで何もしてないんじゃないかなと思うんですけど、どうやらなんかパラメータチューニングみたいなのやったら速くなるものなのかちょっと分かんないです、まだ。
早くなるんだったらやったらいいかもしれないなとか、それはちょっと検証できればいいかなと思うんですけど、宿題は思わないようにつもりになって、やってきたいと思っております。です。で、まとめます。まあ、IoT とか僕の用途で、ラズバリたくさん並べて使いたいので、デプロイ、コンテナでデプロイするというのをやりたいですというのがベースにあって、で、ラズバリで、Docker と Docker Compose と Linux 入れるのはできますよと、皆さんぜひやりましょう。それから、コンテナビルドをクラウドで高速化するという目論みはですね、原理的にはできるんですけど、性能はあんまり出ないなって。で、だからやってる処理ですね、ソフトを、まあ、何杯使うとかっていうと PIP の問題かもしれないけど、そういうのがなければいいけど、ある人、ある場合だと遅いかもしれないねみたいな感じになります。で、あと、ARM 64ビットのサーバーを、ラズパイみたいな32ビットバイナリーを作るっていうふうには、まあ、今のところちょっと使えないな。で、ただ、これはその現実的にはできないとは思えないので、なんかうまく誰かがですね、ソフトウェアを書いてくれたら、できるようになって、超早いぜってなってくれたらいいなみたいな気がしています。で、もし好きだな、ご助言はですね、お求めております。で、あと、ARM64 ビットのサーバーは、なんかすごく性能がいいかというとそうでもないっていうので、ちょっとまだチューニング足りてない感じがします。で、あと、まあ、結局ですね、主力の本源は、ラズパイでですね、32ビットのラズビアンを使っていることじゃないかというふうにならざるを得ない。だから私はそのラズパイ大好きなんですけど、ラズビアン OS はもうつける時期なのかもなとか思って、まあ、それこそ Ubuntu Mate とかあの辺使えるんですけど、60ビット関係で動くので、こんな苦労しなくていいですね。だから、そっち行った方がいいのかなとか思ったりっていうふうな、まあ、2ヶ月ぐらい格闘した結果がこれかみたいな感じはありますが、そうなのかなと思ったりもしているというところでございます。ご質問とございましたら、ぜひどうぞ。2つあって、はい、まずそのコンテナビルドって、その CPU の処理性能が占める役割の割合ってどんなものかな、コンテナツールって、ネットワークが取ってくるから、ネットワーク性能と、あと多分ストレージに書くそうです、そうです、そうです。あと CPU。そう。まさに私自身も、それをきちっと仕分けたいなって思ってたんですけど、ちょっと現時点ではまだ終えたくない。Docker ビルドでログを出して、そのログが通信ダウンロードなのか、まあ、コンパイル的なものなのか、書き込みなのかみたいなのごとに分類して、ウェイトをやりた分けて分類したいなと思ってるんですけど、ちょっとどうやってやったらいいのかの調査のところからで、もうこのツールを使えばすぐできるよみたいなのがあればいいんですけど、ちょっと分かんなくて、ご存知だったらぜひ教えてほしいなっていうのがあります。で、ただ私が今回のこの結果を得るために作業をしてた感じで言うと、通信はかなりこれクラウド上のホストだっていう、まあラズパイを除けばなので、通信によるボトルネックはあんまりないで、 CPU ボトルネックの部分が結構やっぱり大きいのかなって感じがしてると、あとただラズパイの場合はこれはファイルシステムがSD カードなんでとっても遅いんですね。そこはだからこいつに関して言うとファイルシステムの書き込みボトルネックが結構あるかもしれないなっていうのもありますが、ちょっとそういう意味で比較はですね、まだわらわらできちんとできてないのは全くその通りで、そこは確かに追求していきたいポイントかなと思います。その僕が思ったイメージだとあんまり CPU 関係ないのかなって単にネットワークパートといってストレージに書いてるだけのようなイメージだったんですけど、あともう一個質問があって、はい、KSDS を動かしたって話、はい、でそれって K3OS に入れた、いや、これはラズビアン上にですね、どうだったっけな、これか、これちょっとさらっと書いてるだけなんですけど、ラズビアン上にドッカーも入れて、でその後ユーザープロセス的な感じで K3S のマスターノードの一台と、それ以外はポットノード、マスターノード自体のことなんですけど、クライアントが全ノードに入ってて、マスターが一台だけ入れてて、
でそれでその上位のアプリケーションレイヤーで、そういうコンテナのデプロイとか管理をやってくれるという形になります。わかりました。はい、いかがでしょうか。